これが前回のビデオで紹介したレモンです。すごく大きくなったんだけど、うん、ちょっとね、うん、季節の感じでやられちゃった感もあるよね。この子が双子ちゃんの大きい方、双子ちゃんのちっちゃい方で、2番目に発芽した子、3番目に発芽した子です。残念ながら4番目に発芽した子はね、ダメになっちゃったんだよね。そうだね、ちょっと虫がいたのかな、で葉っぱ食べられちゃって。あー、そうなんだ、害虫だね。で、その子は残念ながらだから今日はいないです。この子が双子ちゃんの大きい方なんだけど、葉っぱ見えます？なんかこう食べられちゃってんだよね。この子が双子ちゃんの小さい方なんだけど、うん、葉っぱ同じようになってるけど、もうちょっとひどいでしょ。背も低いし ね、うん、成長が遅いね。そう、意外と元気なのが2番目の子と3番目の子で、なんか葉っぱもしかしたら変色っていうか黄色っぽくなってるけど、枯れてる感じはないでしょ、まだ。なんていうの、幹、幹、幹も一番古い、太いんだよね。そうだね。でこの子がだから結構第一ホープだよね、今んとこね、うん、この子が3番目の子。どうだろうね、幹の細さ見ると、まあ細い方だけど、でも双子ちゃんの大きい子よりはまだ葉っぱが枯れてない。でもだいぶ黄色いね、うん、で、レモンは季節的に10月追肥をするんだってさ。だから今日は植え替えをしていきたいと思います。今から植えていきたいと思うんだけど、土のチェックっていうのをしてないんだよね。土のチェックって例えば pH とか調べてみると、なんか pH5 から6、だから弱酸性の土がいいらしくって、ヤギフォルニアは基本的に一番シンプルな土を買ってきて、ここにお米の研ぎ汁だとか、その窒素系の肥料を入れるんだよね。ちょっと pH のチェックをしていきたいと思います。これが今からレモンを植え替える土を水に浸したものです。で、この水の pH を測ることによって、レモンの次の生育環境の pH を調べていきたいと思います。で、これが今日使っていくリトマス試験紙なんですけど、元の色は黄色、それでレモンのベストな生育環境だと、まあ、黄色のまま色は変わりません。 pH が5から6だからね。酸性だと1の方だから赤くなっていく、アルカリ性だと紫だとか黒っぽくなっていきます。これが酸性の液体、ライムジュース。で、これは実は私の化粧水です。アルカリ性の液体になってます。左から今ライムジュース、水道水、私のアルカリ性の化粧品、そして最後に本当に調べたい土をつけた水が入ってます。まずいくよ、うん、ライムジュース、水道水、私の化粧品、色全然違うでしょ。で、今から一番大事な土につけます。これが土のお水、ちょっと土がついちゃうかもしれないけど、色を見てもらったら分かる通り、すごく中性に近い弱酸性で pH5 から6、レモンに一番適してる pH ってことだから、生育環境として土はまあ栄養が足りてるとかそういうのは置いといて、pH としては OK。 で、一番最初にこの双子ちゃんの大きい子からいきたいと思います。よいしょ。じゃあ古い土はできるだけ取ってった方がいいってことなので、ここでちょっとほぐしていくね。なんかね、いろいろ調べるとこれでね、なんか弱った根を切る人とかもいるんだって。だから変な話ももちろん丁寧にやるけど、うん、ちょっとなんだろう、根っこがプチっていっちゃってもなんか問題ないじゃないかなって私は思ったんだけど、どうなんだろうね。こんな感じ、すごくしっかり根っこを張ってる気がするのは私だけかな、よくわかんないけど、これを新しいのに植えていきたいと思います。とりあえずこんな感じで、で、まだね、土をね足す予定なの、じゃないともうちょっとカバーしてあげないといけないから。じゃあ今から残りの子たちも植え替えしていきます。これ双子のちっちゃい方、こんな感じ。さっきのより太い根っこ。いや、さっきの結構土がついたままだったからちょっと何とも言えない。でも土きれいに取るとこんな感じ。さっきの子とあんまり変わらないと思う。2番目に発芽した子で、
2番目に発芽した子と3番目に発芽した子はなんかね、カップの隙間に、カップの隙間？そう、カップと土の間に隙間が空いてたので、そこに苔が生えてる。いいか悪いかはちょっとわからない。で、見て下、これ太いね、これ太いでしょ。道理で茎も太いわけだよね。これ一番元気なやつだよね。そう、2番目に発芽した子は一番元気なやつ。あ、これ根っこの量が違う、根っこの数が違う。これが双子ちゃんの小さい方、はい、これが2番目に発芽した子で、これが3番目に発芽した子。わかるかな。これはね、根っこ結構細いんだけど、でも双子ちゃんの小さい方に比べて根っこの数が多いんだよね、うん、で、この子は数も多いし太い。みんな植え終わったので最後にお水をあげていきたいと思います。この時結構ね、たっぷりあげるんだよね、うん、まず一番いい子、一番元気な子はこの子です。植え替えする前も一番良かったんだよね、うん、植え替えした時に追肥をしたからどうかなって思ったんだよね。だけどね、葉っぱはまだ黄色いよね。そうだね、うん、この下の方黄色いんだよね、ちょっと、うん、上の方は緑だけど、うん、あのね、いろいろ調べたんだけど、なんかね、葉っぱが黄色になる原因として、うん、なんか日照が強いことと栄養不足があって、追肥をしたことで多分栄養不足はないんだよね、うん、それでどうもなんか一度黄色くなっちゃうと緑に戻ることはないらしい。で、なんかね、もう葉っぱを緑にしたかったら黄色い部分を摘んじゃうといいらしい。あ、そうなんだ。うん、もちろん上の方がさ、新芽だからさ、うん、新芽だけ残して周りを摘んじゃってもいいみたい。2番目にいい子なんだけど、実は双子ちゃんの大きい方なんだよね、うん、この子さ、うん、幹ちょっと細めだけど見て、ここ茶色くなってるね。なんか木みたいじゃない。うん、だいぶ細いよ。でもさっきのと比べると、うん、でも葉っぱはさ、しっかりついてるよね、黄色いけど。うん、病気っていう感じではないね、黄色いだけで。まだちょっと新芽も出てきてるしね。そうだね、見えるかな。そう、新芽が出てきてるのがすごいよね。死んでは絶対にないよね。うん、だから、まあ、まだ大丈夫そうだなっていう感じがする。ツインのちっちゃい方だったんだけどね、もうダメだね、この子はもう先っぽが枯れちゃってて、うん、ね、残念ながら育ちもちょっと悪かったもんね。うん、しょうがない。この子は3番目に芽が出た子。この子さ、うん、新芽も出てるし死んではいないと思うんだけどさ、うん、枯れてきてる葉っぱがあるじゃん。そうなんだよね。もう取っちゃうか。取れる？取れる、切るよ。あ、しっかりついてるよ。で、ちょっと葉っぱちっちゃくなっちゃったけど、新芽はまだ出てきてるからね、うん、すごく綺麗に出てきてるから、その子はまだホープがありそうね。残念ながら今回ツインのちっちゃい子さようならっていう形になるけど、でもまだ3本元気な子がいるので、うん、またアップデートしていきたいと思います。早くでもつかないかな。ちょっとまだ早いんじゃない